異常識を必要とする人に届けるをテーマに、ビジョンコーディネーターともんけのウィンウィンビジネス。今日最初のコーナーはテーマ商標です。商標、はい。ゲストにお迎えしているのはジェリー特許事務所所長弁理士加藤隆さんをお招きしております。こんにちは。どうもよろしくお願いします。こんにちは。はい、実際その特許事務所の役割だとか弁理士さんの役割、はいはい、あそこら辺をちょっと教えていただいていいですか。はい、はい、特許というものはですね、お金儲けの道具ではないんですね、はい、基本的には、まあ、箱青色ダイオードなんかではかなり、職務発明としてですねお金が動いたっていう話ありますけれども、はい、あれは本当の稀な例で稀有な例なんですよ、はい、特許というのはですね特許を発明したと、はい、発明したものはですねこれはもう真似されないように守らなきゃいけないと、やっぱりいいものを作ったらやっぱり真似する人が出てくると、はい、会社でもそうです、そういう場合に特許庁にですね発明を詳細に記した明細書っていうものをですね特許庁に提出して、それで特許庁に保護してもらうと、日本国内でその特許権を取得して保護するために、はい、特許っていうものがあるんですね。そこら辺は間違えないようにしていただきたいというところと、はい、あとですね商標について、例えば、まあ、さっきおっしゃった多いお茶なんかはですね、はい、あれは非常にいい商標でしてですね、はい、あれはまあパッて思いついてですね、はい、多いお茶っていうものが名前ができたっていうものじゃないんですよね。実はですねもうコピーライターさんだとか、はい、もういろんな人が頭を突き合わせてですね、例えばこのお茶っていうのはどういう購買層がを相手にしているのかとか、はい、あとどういう効果がどういう味であるとか、そういういろんな観点からですね、はい、多いお茶がいいんじゃないかというふうにできたって聞いてますね。ですから一つ商標といってもですね、はい、非常にこう重要なものですから、会社の命運を決めるようなものですので、はい、そこら辺もやっぱり真似されないように大事に保護するっていうのがそもそも弁理士の仕事っていうかですね、そこら辺で守っていく権利化っていうものを お手伝いするっていうのが弁理士の仕事と。なるほど。今でもちょっと多いお茶で言うとですね、はい、いいね、僕ね家で言ってみたいなと思いますね。え、言ったことないですか。多いお茶なんですよ、ね、運んでもらえるイメージがないので。そうですよね。だからいつも多いお茶見ながらですね。なるほど。ちょっとなんか思いがあります。そうですね。弁理士さんという、はい、ことってどういうお仕事なのかちょっと教えていただけますか。そうですね、弁理士という仕事はですね、はい、基本的に特許発明ですね、はい、特許であるとか実用新案、まあ、実用新案というのは特許の軽い目の権利なんですけどね、それであるとかデザインですね、はい、マイクのこういうデザインとかもそうなんですけど、デザイン衣装ですね、はい、それとか、まあ、我々は専門的にやってる商標ですね、はい、これは商品の名前なんですけれども、そういうものをですね権利化すると、まあ、権利化することによって日本国内において独占的に使えるという権利が得られますので、はいはい、その権利化のお手伝いをするのが我々弁理士の仕事ですね。なるほど。まあ、弁理士さんになるには加藤さんみたいになんか真面目なイメージじゃないとダメですかね。私はそれほど真面目というか、まあ、権利は使ってますから当然真面目になりますけれどもね、やっぱりそうですね、やっぱり硬い仕事ですから、法律家ですので、どうしてもこういう風にならざるを得ないというか、硬くならざるを得ないというような私はもともと柔らかいというかですね、はい、それほどそんなにおっかない人間でもないので。加藤さんのところジェリー特許事務所ですね。私たまたま音楽が好きでですね、ジャズかなんかもよく聴きますんで、はい、全然関係ないジャズじゃちょっとあれかなと思って、ジェイジーっていうこうなんか滑らかなこう音調にしようって、新しい名前を新しいサービスを提供するという形で、はい、まあ、次世代の特許事務所っていうことを目指してですね、それでまあジェイジーがいいんじゃないかと。なるほど。いうところでですね、はい、名前つけました。じゃあ新しい切り口の特許事務所ということで、じゃあどこら辺が新しいのかね、そうですね、ちょっと伺ってみたいんですけども、そうですね、はい、まあ、ジェリー特許事務所の場合はですね、まず料金が、
明朗会計と。明朗会計、いいですね。非常に料金分かりやすい。分かりやすい。これがなぜ特殊になってくるかというとですね、普通一般的な特許事務所っていうのはですね、はい、まず、まあ、商標において言いますとですね、商標調査にまた費用、まず費用がかかってくる。はい、で、出願を代理するのでまた費用かかる。はい、それからですね、特許庁から、まあ、拒絶の通知っていうのが来ることがあるんですが、はい、それについて、まあ、意見書っていうものを提出するにまたお金かかってくると。はい、で、登録された時にまた成功報酬みたいなのが。なるほど。やっぱりこれ、出願、お客様にしてはですね、非常に分かりにくいんですよね。で、料金が、まあ、はっきりしないと。はい、まあ、見積もりより多くかかってしまうということもあると。で、そういうところでですね、出願時にもこれだけかかりますよというふうに料金をもう設定して、はい、それ以上かかりませんということで、はい、まず料金が分かりやすいという点が一つですね。はい、それとですね、これが一番JGの売りというかですね、一番最初に我々が始めたのが、はい、成功報酬であると。要するに商標っていうのは調査して出願するんですが、やっぱり拒絶される場合もあると。で、拒絶されてもう登録できなかった場合ですね、はい、これはもうお客さんの負担にならないようにですね、出願時にお預かりした費用はもう全てお返しすると。で、まあ、印紙代のみこう払っていただくだけで、まあ、安心した登録を取得の可能になったというのが、まあ、JGの一番の特徴ですよね。なるほど。じゃあ先ほど、まあ、調査費が無料というのはそういうことなんですね。そうですね。調査はもう商標何件いただいても調査費は無料でありますので。なるほど。決まるまでこう調査すると。なるほど。それがやっぱり一番大きな特徴だと思います、ね。良心的ですね。で、そういうふうに特許を取ったり、商標ができた後、なんかブランディングのお手伝いなんかもされてるんですか？そうですね。うちは商標登録するだけではなくて、登録権利化後もですね、はい、ケアするような方向で進めてますので、まあ、ブランディングのお手伝い、まあ、こういうコンセプトでこう商標を取りたいという場合もありますよね。まあ、こういうイメージ、こういうものをイメージした商品なんだけど名前考えてくれないだとか、そういうこともやりますので、ロゴのデザインなんかも お手伝いできますので、なるほど、まあ、フォーカス的にこうブランディングのお手伝いもできると。なる。そうですね、その思いがあって何かを開発したり、そちらにはこうやってなんだろう、ものすごくエネルギーを使うんだけども、じゃあ今度それを外に向けて出そうといったときは別の視線がやっぱり必要ですよね。そうですね。やっぱり事業者の視点というのは非常に重要になってくる。はい、特許事務所というのは本当はそこまでやるものかどうかというのもあるんですけどね、はい、やっぱりそこまでやっていこうということでですね、我々もやっていると。なるほど。ですね。で、こういうね、さまざまな新しい特徴を持った、JG特許事務所なんですが、はい、この、3200件ね、あるうちなんかトップ3に入るような実績だというふうに。そうですね、商標登録ですか。商標においてはトップ3に入ったことはあるという、そういう実績もありますね。はい、これって3200分の3として考えてる、素晴らしいですよね。1000分の1、すごいですね。おかげさまで。本当お忙しいですね。そうですね、こういう、まあ、実績があって、まあ、ブランディングす、ね、明朗会計で、またはこういうブランディングする場合もお手伝いを、まあ、相談に乗っていただける、はい、そういう特許事務所、じゃあどこで、調べればいいんですかね。どのように。ですね、検索、はい、まあ、ヤフーでも何でもいいんですけど、すごい特許事務所とか、すごい特許事務所、それだけでも出てくるんですね。出てますので。すごい特許、これひらがなカタカナ、カタカナで、カタカナで、すごい特許事務所、カタカナですね。そうですね、はい、すごい、まあ、自らすごいっていうのもあれなんですけど、はい、まず皆さんのご検索ください。すごい特許事務所です。はい、ここは明朗会計で、ブランディングもいろいろこうやって相談に乗っていただけるということなので、はい、はい、僕ね、開発だとか特許には全く縁遠い人間だったんですが、今日ね、50年生きてて、まあ、ものすごくその特許ということだとか商標登録にですね、なんだ、すごく、興味というかね、近づいたような、はい、なんかこれからでも開発しようかなと。そうですね、アイデアマンだから、友家さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日はJG特許事務所、所長弁理士加藤隆さんをお招きました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。